皆さんこんにちは。このコーナーは広報うるまからうるま市のイベントや暮らしの情報などをお届けするラジオ広報うるま市役所ダイアリーです。児童扶養手当、特別児童扶養手当の現況届についてのお知らせです。児童扶養手当、特別児童扶養手当を受けている方は受給資格確認のため毎年8月に現況届の提出が必要です。この届出がない場合、11月分以降の手当が受けられなくなりますので、必ず届出を行ってください。該当者への通知は7月中旬に発送いたします。所得制限などにより手当が支給停止、一部支給になっている方も現況届は必要です。現況届を提出しないで2年を経過すると時効になり、手当を受ける資格がなくなりますのでご注意ください。期間中に現況届の提出がない場合、1月の支払いに間に合わない場合があります。届出は必ず受給者本人が行ってください。代理人での受付はできません。所得申告がまだの方は現況届を提出する前に所得の申告をしてください。混雑が予想されますので、できるだけ個人宛ての通知書で指定された日にお越しください。庁舎間連絡バスもございますのでご利用ください。具志川地域の受付期間は8月1日木曜日から8月15日木曜日、石川地域の受付期間は8月16日金曜日から8月20日火曜日、与那城勝連地域の受付期間は8月21日水曜日から8月23日金曜日、どちらも受付場所はうるま市役所本庁舎東棟3階大講堂となります。受付時間は午前9時から11時半、午後1時から4時となります。全地域日曜窓口は8月11日日曜日、受付場所はうるま市役所本庁舎東棟3階大講堂、受付時間は午前9時から11時30分午後1時から3時となります。受付期間は土日祝祭日を除きます。現況届会場にハローワーク相談員が来ます。日時は8月5日月曜日、6日火曜日、7日水曜日、13日火曜日、14日水曜日、19日月曜日、20日火曜日、21日水曜日、相談時間は10時から午後4時までです。今の仕事より条件の良い仕事を探している、しばらく仕事していないし子育てしながらできる仕事って、自分に合った仕事ってどう探すの、など待ち時間を利用して相談できます。詳しくは広報うるま7月号15ページをご覧ください。暮らしの情報より、生活習慣病予防のためのうるみんパーソナルトレーニング教室、参加料無料のお知らせです。運動をしたいけど何から始めたらいいの、運動を続けたいけど続かない、そんな方たちの運動教室です。予約制で週1回1時間程度のトレーニング指導を1ヶ月行います。その後自主トレーニングに移行し、3ヶ月後6ヶ月後の評価を行いながら運動の継続を図る、一人一人の体に合った運動プログラムです。日時は令和元年7月1日から令和2年3月31日月曜日から金曜日、火曜日を除く午前10時から午後5時まで。場所はうるみんフィットネスセンター健康福祉センターうるみん1階です。対象は19歳から74歳の国保加入者、
平成31年令和元年度の生活習慣予防健診特定健診を受診した方、生活習慣病予備軍の方、申し込みは健診結果をお持ちの上、ウルミン3階健康支援課保健事業係1番窓口へ。お問い合わせは健康支援課電話973-4960 973-4960。詳しくは広報うるま7月号16ページをご覧ください。暮らしの情報より、子ども健康課から子育て講演会、穏やかに子どもと向き合うためのママ・パパのためのセルフケア、マインドフルペアレンディングを学ぼうのお知らせです。子育てはいつも笑顔でいたいけど、イライラしたり怒りすぎたと反省したり、そんな気持ちとうまく付き合えたら子育ても穏やかに楽しめるかもしれません。講師は琉球大学伊藤義則先生。日時は8月28日水曜日午後2時から4時。場所は健康福祉センターウルミン3階ホール。対象は市内在住または在勤の方。定員は80人。託児は要予約で先着10人です。同伴も可能です。申し込み期限は8月23日金曜日。定員に達し次第締め切りとなります。申し込みお問い合わせは子ども健康課電話 989-0220、 子ども健康課電話 989-0220 まで。詳しくは広報うるま7月号17ページをご覧ください。暮らしの情報より、障害福祉課障害者虐待防止講演会、わじわじが止められないときに怒りのコントロールから学ぶ、アンガーマネジメントを通し誰もが安心して暮らせる街づくりについて考えることを目的に開催いたします。日時は7月19日金曜日午後1時30分から3時30分。場所はうるま市役所東棟3階大講堂室。対象は市民及び市内在勤者。講師は一般社団法人日本アンガーマネジメント協会、山本京子氏。定員は100名、入場料は無料です。申し込み期限は7月12日金曜日まで。申し込み方法は電話またはファックスです。申し込み先お問い合わせは石川学院電話 964-2286 電話 964-2286、 ファックスナンバーは 964-5055 964-5055 まで。詳しくは広報うるま7月号17ページをご覧ください。商工労政課からのお知らせです。ミスうるま選出大会2019出場者募集のお知らせです。うるま市の公共的な所要事に市民の代表として参加し、市の PR に一役買っていただく知性あふれる健康で明るい女性を選出する大会です。数多くの皆様のご応募をお待ちしております。対象はうるま市に在住もしくは勤務している満18歳以上の未婚の女性、高校生は除きます。ミスうるま選出大会2019以降1年間観光 PR 及び公式行事に参加できる方です。申し込み方法はうるま市観光物産協会及びうるま市ホームページにてご確認ください。申し込み期限は8月2日金曜日。お問い合わせはうるま市観光物産協会電話
978-0077 978-0077商工労政課電話923-7634 923-7634まで。詳しくは広報うるま7月号8ページをご覧ください。商工労政課からのお知らせです。第9回ヒープーの沖縄新節余興王決定戦出場者募集についてのお知らせです。沖縄の結婚式といえば余興。沖縄県独自のザックバランでチャンプルーな余興に敬意を表したイベントです。開催日は10月20日日曜日、予選会は8月25日日曜日、イオン串川店で行われます。申し込み方法は市ホームページよりご確認ください。申し込み期限は8月16日金曜日。お問い合わせはうるま市建設業者会電話923-1038 923-1038商工労政課電話923-7634 923-7634まで。詳しくは広報うるま7月号8ページをご覧ください。以上、ラジオ広報うるま市役所だよりをお届けしました。この後も引き続きゆいまーるラジオ FM うるまの放送をお楽しみください。